はい、今日は長野県の戸隠さんを書きます。天気がいいですから、なかなかの山の峰等がですねはっきり見えるんですが、大変難しいところですので、ちょっと頑張ってみます。まず下書き終わりまして、山の方にマスキングのフィルムを貼って今これからカットしてます。カットするときに気をつけてほしいのは、力を入れすぎますと紙の下まで切れてしまいますから、まず刃を新しいものにして軽く上からなぞってください。そうすると切れます。力はあまり入れなくて結構です。でフィルムを今貼りましたので紙のところの際ですね、そこを手で押さえて圧着させます。圧着させないとですね、隙間から絵の具が入りますので気をつけてください。それから塗る時もですね、フィルムの方から紙の方に少し引いてあげると下に潜り込まないで綺麗に塗れると思います。フィルムの下に入ってもですね、後ほど取れますからいいんですが、まあ、できるだけきちっと圧着をしてから塗ってください。乾かして、これからじゃあ下の足ですね、草むらがあるんですが、ここにまずマスキングをしときます。でマスキングする前に下地に薄く色を敷いてあります。マスキングの、インクで今入れてますが、刃をですね、一枚一枚大変なんですが、この辺は丁寧にマスキングをしておかないと後ほど、大変取った時に大変になりますから、丁寧にマスキングをします。で相当足が混んでいますので、足の葉の重なり合っているところ、それから別な木が少し入ってますので、その辺の描き分けといいますか、マスキングの仕方を変えています。葉は一度に描きます。これは鏡池の、水面を描いています。水草のところはマスキングしてありますので、気にしないで、ハケで一気に塗っていきます。天気がいいですから少し池に映り込みっていいますか、空の色が入ってますから、少し途中真ん中辺明るくなるところがありますから、その辺は濃かったら取ります。でいつも言いますけど、乾くと薄くなりますので、おおむね少し強めに入れてます。から映り込みなんですが、まず映り込みは上の、風景の真下にきちっと入るように注意をして入れてください。それから水草のところって言いますか、足のところはマスキングしてありますので、今のうちに相当濃いところは入れておきます。から今は少し明るくなるところをティッシュで取ってます。水面の、向こう岸の近くはだいぶ光っていますから、マスキングを横位置で入れてあります。今は水面の映り込みですね。から一応映り込みのところ終わって、山の手前の山ですねは、おおむね色を入れてあります。これから戸隠の山を描くんですが、これは相当険しい山ですから、急なところが相当ありますので、よく観察をしながら、デッサンをするつもりで入れています。この絵の中で一番多分大変なところだと思います。天気のいい時でないとですね、山の肌
へこんでるところ、急なところ、岩のところが見えませんので、天気のいい野の写真を使いました。で、岩肌が崩れて、地面の地肌が出ているところもあればですね、草でもって木々で覆われているところもあるんですが、その辺は明るいところを残して、谷の暗いところを描いてます。で、後ほど色を調整するしますが、まず、左からずっと右の方の山の、峰々でですね、へこんでいるところ、急なところ、崖なところ、それから地面の出ているところ等をですね、よく見ながら観察しながら丁寧に絵の具を入れます。よく見てないとですね、今どこ描いてるのかちょっとわからなくなりますので、丁寧に入れます。時々霧吹きでもって水を紙に含ませていますが、絵の具ののりが良くなるように霧吹きで水をかけます。この山を描くのに相当時間が要しますが、そうですね、おおむね1時間かからないで山は全部出来上がったと思います。この絵の中で一番難しいところは手前の足と、それからこの山の、成り立ちですね。どういうふうに凸凹になっているのか、どこが急なのか、どこが岩肌が出ているのか等をちゃんと見極めて描かないと、相当狂ってしまいますから、この辺は丁寧に入れてます。今谷の濃いところだけ、谷の濃いっていうか、へこんで影になっているようなところを、重点的に描いてます。で、後ほどそのないところもですね、色がありますから、そちらの方に地肌の茶系の色が少し入ってきます。で、こちら側は結構急って言いますか、木々がだいぶ山のところに木々がだいぶ生えてますが、今描いてるところはほとんど木がなくて地肌が見えています。で、全体に、木のあるところに色を入れてます。色はですね、ブルー系に、少しグリーンを入れてます。ちょっと手で折って、水の含み含めさせたいところだけ生地が水がいくように手で覆ってます。で、少し描きすぎたといいますか、色がちょっと乗りましたので、明るいところをホワイトで少し、描き起こしてます。この山は毎年山登りじゃないんですが、牧場ですとか、日本そばを食べに、時々伺うんですが、いつ見ても素晴らしい山なんですが、絵にすると大変苦労する山だと思います。私は新潟県の上越市の出身なんですが、私は昔から時期になると戸隠に何回か、お蕎麦を食べに伺います。で、これからマスキングしたところを外します。
外すとこのご覧のように白いところがだいぶ出てきますから、それを少しいつもの通り水でなじませています。それからこれは葦の葉なんですが、全部塗ると光がなくなりますので、明るいところを光の当たっているところを残して、影になるところを入れてます。これもマスキングしておきましたから、マスキングの前に薄い色を入れてあるんですが、やっぱりマスキングを取ると相当白っぽくなりますから、少し足したり、影を描いたり、それから葉と葉の重なりの影を入れたり、それから木の種類が違いますから色を描いたり、それから、葉を少し足したりというふうなことの操作をしてます。細い筆で、葉の裏が見えるところがありますし、それから葉の裏が影になって濃いところがありますから、そこをできるだけ丁寧に入れてます。もう最後の調整になってきますので、少し足りないところとか、少し書き込んだ方がいいかなというところは今手を入れてます。細部をよく見て整えています。少し離れて全体の、調子、それから、稜線等見えるところもありますし、少し光って見えないところもあるんですが、その辺を少し丁寧に色を重ねています。今回は手前に葦があって、池があって、奥に林があって、その奥に急峻な戸隠山があるということで、各筆使いですね、手前と池と途中の、林って言いますか、それから奥の山と、筆を使い分けて、それから手の、運び方などを少し変えてます。だから完成に近づいてきました。左側は地肌が出ているところはあまりないんですが、そのところも少し絵の具を少し足してます。ちょっと弱いですから、右の山と比べるとこちら側が少し弱いですから、ブルー系とグリーンを混ぜたもので少し谷を書き起こしています。明るいところは手は入れませんので、暗いところを探して、全体に右と左の山の連なりがつながるように、工夫をするようにしています。はい、完成になります。ご視聴ありがとうございました。